ではまず最初にですね、高橋大輔、男子フィギュアスケートで日本史上初のメダリストとなった彼について語りたいと思います。ちょっと今日の日付とか言ってくれる？はい、本日は、2月の25日水曜日、日本中が注目する女子フィギュアスケートフリーの1日前でございます。そんな明日なんだ。はい、でも、何、フリーが明日ってことですか？フリーが明日です。はい、その中でですね、一躍早く一歩をもたらしてくれたのが男子フィギュアの高橋大輔選手。カメラ目線で、はい、彼はですね、前回はもう屈辱にまみれたオリンピックでしたけれども、今回は笑顔あふれる銅メダルを勝ち取りました。4回転へのこだわりを捨てられずに挑戦して、まあそれはなかなかちょっと厳しい結果になったんですが、それにもめげず華麗なステップなどを披露して審査員のハートをつかみ、見事に銅メダルをゲットしました。僕はその時テレビ中継で見てまして、もう非常にもう胸が熱くなり、そしていつの間にかリズミカルな感じでですね、心が踊り出し、いつの間にか僕の心がもう彼のステップのように華麗に舞っていました。本当に高橋大輔選手、感動ありがとうございました。本当僕はもうテレビで見ていて嬉しかったです。続きまして語りたいのが、スピードスケート 500m で、銀メダルを勝ち取りました長島圭一郎選手、および銅メダルを勝ち取りました、加藤ジョージ選手です。2人はですね、もう同じ会社でずっと切磋琢磨しながらこれまでのスケート人生を歩んできました。もう長島選手はですね、もう強化指定から外された時期もありました。もうそんな中でもですね、もう地道に、もう腐らずにトレーニングをして、そしてやっともう銀メダルを勝ち取るに至りました。そして加藤ジョージ選手はですね、もう前回のトリノオリンピックは世界記録保持者ということで、もうガチガチの金メダル候補として挑んだんですが、その時は4位の滑りしかできず6位という結果にとどまって悔し涙を流しました。そんな彼ら2人はですね、もうお互いに切磋琢磨しながらこの4年間必死にトレーニングを積んで、そして2人ともメダリストになるという最高の結果をもたらすに至りました。ですがもう金メダルはまだ取れなかったので、この4年後のソチオリンピックに向かってまた2人は歩んでいくと思います。続きましてですね、上村愛子選手について語ります。長野オリンピック7位、そしてソルトレイクシティオリンピック6位、トリノオリンピック5位と、もうずっとメダルにあと一歩届かないという悔しい結果にずっと終わっていました。そんな彼女はですね、もう結婚をしまして、そしてもう今度こそはですね、もうメダルを取るという強い意識でこのオリンピックに臨みましたが、しかしですね、もう世界にはですね、もう強豪の方がもう3人もいらっしゃって、まあ、彼女はまたしても4位というちょっと悔しい結果にとどまりました。もうそれでもですね、もう彼女はですね、もう精一杯もうベストを尽くして、そしてもう最高の涙を流しました。もう僕はそんな彼女の涙を見て非常に心が打たれました。そんな彼女をですね、また4年後も挑戦するようであれば、また僕は応援したいと思います。続きましてですね、佐藤大選手、彼女は長野オリンピック金メダル、そしてソルトレイクシティ銅メダルと、もう非常に実績のある選手です。
まあ、そんな選手がですが、もう一時はですね、もうプライベートで不祥事を起こすなど、ちょっとどん底の時期もありました。ですけども、そんな彼女はですね、なんとか歯を食いしばって練習して、そして復活して、そして今回のバンクーバーオリンピック代表の座も勝ち取りました。まあ、そんな彼女はですね、もう決勝戦で、もう果敢な滑りを見せて、そしてもう第2エアのあたりまでは、もうこれ金メダルがあるんじゃないかっていう可能性を感じさせるような滑りを見せました。そんな彼女はですね、もう第2エアで思い切ってもうエアを見せたところ、残念ながら転倒して19位という不本意な結果に終わりました。それでもですね、もう区間に挑戦した彼女の滑りを僕は忘れることはできません。そんな挑戦した彼女に心から感動しました。そして続いて心に残ったのがクリスタルジャパン、カーリング女子日本代表です。もう世界の壁が厚く、もう3勝しかできずに、もう決勝トーナメント進出ができませんでした。しかしもうその3勝した試合っていうのがいずれも心に残る試合でした。わずか数ミリのストーンの差を制して、そして勝ち上がったアメリカ戦、そしてですね、もう接戦と中で迎えた第9エンドでミラクルシェットで5点を取って相手をギブアップさせたロシア戦、そしてですね、もう6点差をひっくり返して追いついて、そして延長戦で勝利を勝ち取ったロシア戦、その3試合僕はどの試合も忘れることができません。もうスキップの石崎琴美選手、セカンドの本橋麻里選手、サードの大宮杏奈選手、スキップの目黒萌選手、そしてリザーブの山浦麻也選手、この5人が力を合わせて勝ち取ったドラマチックな3勝でございました。その3勝がですね、もうきっと、もう未来の日本カーリングにつながるような3勝であったと思います。本当に感動ありがとうございました。その他に心に残ったのはですね、もう小久保和弘選手、もう服装などの問題で、もういろいろと世間を騒がせましたが、それでもですね、もう自分の演技を見せ、メダルの可能性を感じさせてくれました。最後の決勝の第2エアで、最後の決勝のエアでですね、ちょっと手をついて、惜しくもメダルはなりませんでしたが、それでも、彼の攻撃的な滑りは、僕の心が熱くなりました。本当にありがとうございます。